仕込み1、テーマ、生命保険営業の末路。過酷なノルマ散った激励とも言う名の上司による圧力。制約が多く面倒、対面実施や保険業法などの法律。収入が不安定、成績の良くない月が続くと最低賃金。長時間労働、個人の多くは昼間は仕事で夜に案内をする。保険業界そのものが縮小、少子高齢化。契約が取れても安心できない、短期間で解約されたら返金となる。結果、離職率が高くなってしまう。 実力主義を自で行く働き方なので、ほぼサバンナの世界と言っても過言ではない。安定を求めたいなら、サラリーマン一択。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は、生命保険営業の末路をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミに 毎月の目標達成のために精神をすり減らします。ただそれ以上にお客さんのところへ行くための交通費、お付き合いの飲み会費、お配りするノベルティやカレンダー、年賀状、バレンタインチョコ、すべて自分のポケットマネーから出さないといけません。一つ一つがそこまで大きな金額ではなくても、積もり積もって相当な額の負担になります。成績が出ない時のギスギス感やストレスは耐え難く、 これらがすべて自腹だったので、正直赤字なのでは、と思うこともあります。社内で使っていたパソコンも自腹を切っていましたから、大変です。口コミ3。元プルデンシャルの保険営業マンです。稼げるのはほんの一部。大半の人は見込み客が枯渇し、3から5年以内に辞めていく。私も丸2年頑張って保険営業をしていましたが、ストレスで席が止まらなくなり、体調を崩し気味になりました。結局追い込まれ退職せざるを得ず。 成功できる可能性があるのは、強靭なメンタルを持った人、かつ幅広い人脈がある人に限られます。経費も自腹で、確定申告するフルコミッションの個人事業主で正社員とは、ちゃんちゃらおかしいです。ただの業務委託にすぎません。口コミ4。保険のフルコミ営業をしていました。会社によりますが、最初の4ヶ月は完全固定給。5ヶ月目から徐々に成果給が増えて固定給が減り、丸2年で完全フルコミになる仕組みでした。 面接時に P100、100人顧客リストを提出できなければ最終面接してもらえません。そのため架空の人物名を80人くらい書いて提出し面接を通過。当たり前ですが見込み客が20人くらいしかいないのですぐ限界が来て飛び込み営業をしまくりました。2年持たずに辞め別の緩い保険会社で働いています。口コミ5生命保険会社の総合職は短いと2年とか3年で転勤があります。 生ホレディさんたちは個人や法人からの保険を獲得して、各々のノルマを達成することで成績としてカウント。ただ、総合職は、その生ホレディさんたちがノルマを達成したかどうかで成績になります。毎月のノルマを達成できない生ホレディさんも多く、支店長から様々言われるのは総合職。生命保険会社の営業関連は、どんなに人が良くても保険を獲得し、ノルマを達成する。それ以外は認めてもらえません。口コミ6 外資系、入社後半年は月給20万保証期限以降、供給3万と、それまでに取った契約の具合。当然、行き着く先は、家族、親戚、友人、知人。契約が取れなければ、生活できないので、自己契約や、名義だけの契約を連発。挙句の果てには、個人事業主。漢字系も、外資系も、損保系も、結局、人を増やすのが、会社の基盤を強くするっていうのを分かっている。だから、手の良いネズミ校っていうのは変わらんのよね。 経験者だからわかるけど、この業界ほどお客様目線と会社の考えが乖離している業界も珍しい。口コミ7某大手保険会社にいましたが、ボーナスは完全誤愛性、ただ身内や親戚、友人からの契約は取ってもボーナスに反映されない決まりがありました。 最近の保険ではそこら辺のルールが厳しくなっているのでよりしんどさが増していますね。あとシンプルにお客様と会社からの当たりが強いのでメンタルが疲れてしまい辞めていきます。私はメンタルこそ無事でしたが一人一人の仕事量が半端なく多いので過労で死ぬかと思い辞めました。常に人手不足ですぐ辞める。残ったのはカードローンで友達に電話をしたら糖尿になったとか作業された思い出。口コミ8 ノルマではなく目標があるなどという言い方をしますが、成績に対する激しい追求があります。こちらがどうしても契約が取れず、給与が少なくても仕方がないと思っても許してくれません。入社前に身内から契約を取ることを心配していたら営業所長はきっぱり否定。ただ入社してみると、やっぱり結果として身内から契約を取らざるを得ないことがありました。自分の親族を保険に入れて当然という暗黙の了解。 いつまでも続けられるものではありません。社員は使い捨てなんだなぁと感じ退職しました。口コミ、Q。10年ちょい前だけど、俺なんかプルデンシャルの面接で500人リストを作ってこいって言われた。無理だから漫画のキャラとかから名前を引用したなぁ。あと、ルーキーズみたいにプロ野球選手の名前をフュージョンさせて想像して埋めた。生命保険も年金制度もネズミコみたいなもん。人の不安につけ込むという点も共通。 まあ、有能だけ正当な報酬を受け取れる会社も必要って言えば必要なんだろうね。凡人ちょい下の俺は法を守ってくれる会社で適当に生きていきますよ。口コミ10 保険という商品だけで勝負するから厳しい。生命保険営業は物も形もない商品を売る。だから他の業界よりも知識が武器になるから、あらゆる勉強をしてお客様を助けないとダメ。人一倍、千倍ぐらい勉強して圧倒的知識をつけなきゃ。それが信頼になり契約に結びつき安定につながる。戦技コーのスタンスで仕事をする。なお、仕事好きの人じゃないとできない職なのは間違いない。誰でもできる職ではない。一生担当、一生現役。その覚悟はあるのか 口コミ11元業界にいたものだけど管理職も同じ管理職が追う数字は保険の契約ではなく社員になる人間の数転職サイトに100万円近い自腹経費で広告を出して転職活動をしている人をひたすら採用していく採用の途中で親や友人の引き止めによりやっぱり面接辞退しますという人が多いでも頑張って騙して入社させないと回らない いざ入社しても、早い人で3ヶ月で辞めていくから、どんどん補充が必要になる。辞めないための工作も必要で、無理強いすると裁判沙汰になることもある。口コミ12。向上心がある、とにかく稼ぎたい、負けず嫌いだ、という元気な方を探しています。これ、プルデンシャルの求人文章、ジョブディスクリプションもクソもない。 生命保険会社は離職率が高いことでも知られており、入社後3年で約8割の人が退職します。個人的には外貨の積み立てが良いですよ、など、勉強もせずに顧客へ営業トークを展開する生命保険営業が嫌いです。確かに生命保険は良い面もありますが、お金を準備する手段は他にもたくさんありますから、本当に保険は受け取り時が大切、受け取れなかった時の悲しみは半端ではありません。口コミ13 保険を契約するときには告知事項があります。簡単に説明すると健康状態についてすべて正直に言わないと保険金も給付金も支払われませんということ。この点だけは最重要事項なので気をつけてください。それくらいは告知書に書かなくても大丈夫という保険営業マンにはくれぐれも気をつけて実際に保険金や給付金を支払うときには必ず保険会社が過去の通院歴などを調べ上げます。ここで告知のときの嘘がバレた場合お金は出ません。 これを告知義務違反と言いますが、私も数件実際に支払われなかったひどいケースを目の当たりにしてきました。口コミ14 日清の営業所は2、3年おきに営業部長が変わります。みんな全国転勤して回っていますから。死者も大体全国で110死者くらい。各都道府県に2、3社のイメージです。なお、東京か大阪に勤められる場合は多いです。もともと大阪の会社なので、大阪に事務部門が残っていますから。ただ、転勤していく営業マンのやんちゃな契約の後始末で、聖ホレディーが泣かされるケースも多いです。 本人は契約をもらって、インセンティブさえもらえれば、あとはのとなれ山となれで、もうすでに転勤済みですからね。口コミ15。保険会社のスカウトはどこのハローワークでもいますね。もちろん素晴らしいセーフレディになって、転職だと思っていらっしゃる方たちもいるので一概には言えません。ただ普通入ってすぐの新人で、良い営業成績を上げられる人なんて滅多にいません。 となると自分はもちろん、親、兄弟、親戚にお願いして入ってもらわないとダメ。その後ノルマが達成できずに早々に退職しても会社側は引き止めません。また新しくハロワの周りで捕まえた人に入社してもらって、知り合いに保険に入ってもらうのループです。口コミ16。 生命保険が悪ではない。無知な状態で営業を続けている保険営業が悪なのだ。生命保険はきちんとした知識を持って自分に合ったものを適切に設計すればものすごく有効。中田敦彦の YouTube 大学で保険屋に気をつけろ手数料がと言っていた。ただあんなのは素人極まりない発言、アホすぎる。人が生命保険に入りたくなるときは二つしかない。一、身内の不幸で実際に困ったとき。二、セールスを受けたとき。一が起きたときにはもう遅い。 2の時くらいしか人が保険に入ることはないだからこそ騙されちゃだめ口コミ17元ジブラルタで現在は代理店経営をしています厳しい世界ではありますが入社前に言われたことは時間とお金をコントロールできたらどうですか実際コントロールできるようになれたので今はこの仕事に出会ってよかったと思います見込み客にこっちから営業をかけるから嫌われますが相手からお願いされるようにしたらよいでしょうストレスないし プレイヤーの時は週に働いて年収5000万円以上、基本全部相手からの依頼。ただ人よりもめちゃくちゃ考え続けてきたので、それだけは自負があります。口コミ18。 ジブラルタ生命のオバハンに英会話教室で営業をかけられたことがある。教室内での営業行為を批判したら泣き出しやがって、なぜか被害者ムーブをかわし始めやがった。イラついたからそいつと同じ授業になるたびに注意喚起。他の受講生にあの人を保険営業してくるから気をつけて、と伝えていった。そうしたら結局、英会話教室からいなくなったよ。会社の食堂によく出没するのはあるあるかもしれない。ただ英会話教室みたいなところにも出るから注意。口コミ、19。 枕営業に関しては完全にないと言い切るのは無理。ただしやっているのは超少数。上司からの教養とかではなく単純に契約取れるんだったらぶっちゃけそのくらい余裕って思っている一部の人がそういうことをしている。でも、製法営業で生き残るのって無駄にお色気全開の変な女より、ズうずしいガハおばちゃんが圧倒的に多い。そもそも製法業界で生き残れる人っていうのは、いろんな意味で図太とくて鈍感な人、金の亡者あるいはお金大好きな人、 ここのの2つのどっちかは両方なんででですすよね口コミ20これで最後正保レディーは3年でほぼ全滅しますだから1年中募集しているんですよすぐみんな辞めてしまうからノルマ達成はもちろんですが資格を持っていないと扱えない保険が多々あり資格勉強も同時進行ですなお資格の種類は1つや2つではないのでずーっと勉強しないとダメです正保営業は本当に実力社会収入としては稼げる人パートナミそれ以下の稼ぎの人がいます あと、これに足すとすると人間関係かな。妬み、恨み、辛み、足を引っ張る、いじめ、嘘をついてまで人間関係を壊す人など、仲間なんていない業界です。以上が生命保険営業の末路をテーマとした当事者の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画、いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画をお待ちください。 それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。